皆さんこんにちは。ビジネス社会学科講師の杉浦と申します。専門分野はホテル、ブライダルを中心にホスピタリティ系の授業を担当いたしております。本日は先生、在学生トークショーということで、ビジネス社会学科の学びやおすすめのポイント、入学者選抜の体験、キャンパスライフのことなど、時間の許す限り在学生と一緒にご紹介していきたいというふうに思っております。それでは本日お話をしてくれるメタンスタッフの2人を紹介いたしたいと思います。桑名かなさんと澤田りりさんです。まずは桑名さんから自己紹介をお願いいたします。はい、ビジネス社会学科2年の桑名かなです。指定校推薦で合格しました。観光ホテルブライダルビジネスフィールドを専攻し、将来はウェディングプランナーになりたいと思っています。最近はカフェ巡りにハマっています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続いて澤田さん、お願いいたします。はい、同じくビジネス社会学科2年の澤田凛です。総合型選抜で合格しました。秘書ファイナンシャルフィールドを専攻し、将来は総務人事といった会社を支える仕事を目指しています。東京には美味しいスイーツやご飯がたくさんあるので、そのようなものを食べることにハマっています。はい、ありがとうございます。沢田さん、今東京にはってお話がありましたけれども、はい、出身どちらでしたっけ？出身は静岡です。静岡ですね。では、まあ、静岡から上京してきて、一人暮らしをされてキャンパスに通ってる感じですかね？そうです。はい、ありがとうございます。じゃあそんなところもお話をお聞きしていこうかと思ってます。ありがとうございます。では澤田さん、桑名さん、両名にこれからいろいろ聞きながら進めていこうかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに目白短大の好きなところをお二人に聞いてみたいと思います。1年間目白短大で学んでみて、いかがでしたか？ではまず桑名さん、お願いいたします。はい、私は目白短大の大好きなところが、先生とコミュニケーションをとても取りやすいっていうところです。廊下とかすれ違ったり、授業終わったりした後 もう杉浦先生と話したり、もう分かんないところはもうすごい質問したりと、いろいろコミュニケーションが取りやすいと思っております。はい、ありがとうございます。授業終わった後も授業の話もしたけど、それ以外のお話も結構ね、はい、30分ぐらいこうしてたりしましたよね。はい、しました。ありがとうございます。はい、では続いて澤田さん、お願いいたします。はい、基礎教育科目にマナーや教養などといった社会に出る前に力を身につけられる科目がたくさんあります。で、文化の違いについても学べて面白かったです。一番好きなところはクラスメートが女子だけなので、なんか自分らしい姿でいれるところが好きです。クラスの中でもいっぱいお友達ができました？はい、できました。よかったです。ありがとうございます。では続いてビジネス社会学科の学びや雰囲気について聞いてみたいと思います。ではまず桑名さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、私は短大に入ってから資格取得を頑張っているんですが、ビジネス社会学科は資格のサポートがとても手厚いと思っております。私はブライダルコーディネート技能検定というものを受けたのですが、 Zoom で杉浦先生が補講してくださり、とても自分のためになりましたし、本番もそこまで緊張せずに臨むことができました。はい、ありがとうございます。 Zoom で毎週、ね、水曜日の一限という早い時間だったんですけども、はい、ここもやっぱり大変でしたよね。はい、Zoom といってもちょっと朝が早くて起きるのがとても大変だったのですが、でも自分のためと思ってずっと何回も毎週続けることができました。はい、ありがとうございます。では続いて澤田さん、いかがでしょうか？はい、ビジネス社会学科は4つのフィールド制を取っていて、幅広い科目から選んで学べるんですけど、私は高校で進路を決めるときにまだ将来の目が決まってなくて、その4つのフィールド制っていういろんな分野を学べるところに惹かれました。自分の選んだフィールド以外からも興味のある科目を自由に履修できるので、自分に何が合ってるのか探ったりとか、自分の知らない面とかも知れて興味の幅が広がっていいと思います。それと私も資格取得を頑張りたいと思っているので、資格取得に特化した授業があるところも魅力の一つだと思っています。
沢田さん、ありがとうございます。今4つのフィールドというお話をいただきましたけれども、沢田さんは秘書ファイナンシャルフィールドですよね、はい。秘書ファイナンシャルフィールドの授業以外で、印象に残っている授業というのはありますか？はい、杉浦先生の授業なんですけど、バンケット実務という授業でブライダルの勉強をしたんですけど、短大に入学するまではそのような進路があるっていうのも全然視野になかったので、その授業を取ってブライダルのいろんなことを知れて楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、4つのフィールドがあるんですけれども、自分のフィールド以外の授業を取れるというところもビジネス社会学科の一つの特徴だというふうに思っています。例えばバンケット実務という部分については、ホスピタリティ系の授業ということになりますので、人と関わる、そういったことを学ぶところになります。ですので、秘書とかファイナンシャルの部門に行っても将来役立つというところを念頭に置いて授業をしているところでございます。はい、それではお二人とも、資格取得に力を入れているというお話がありましたが、桑名さんは入学してから今までどんな検定や資格を取得しましたか？はい、1年生の時はサービス接遇検定のロールプレイング合格というものをいただきました。対策としてはもちろんテスト勉強もそうなのですが、実技として身振りや、言葉遣いなどもとても気をつけて動作を確認していました。それは授業の中でいろいろ動作も学べる、はい、ということですかね。はい、はい、ありがとうございます。続いて澤田さんは1年生の時何か検定や資格いかがでしたか？はい、私は資格取得奨励金制度があることを聞いてモチベーションが上がって、まず Excel365 という資格を取得しました。過去問題を何度も解いて、間違えた問題は正解するまで繰り返し解き直しました。さらに答え見ても理解できなかった場合は担当の先生に質問しに行くなどして理解を深めて対策してました。私は秘書検定に落ちてしまったんですけど、もう一度チャレンジしようと思っています。はい、ありがとうございます。モス検定っていうとこうパソコンの検定だと思うんですけども、やはり大変でしたか？はい、短大に入学するまでパソコンを触るっていう機会があまりなかったので、パソコンに慣れるというところからでちょっと覚えることも大変で、すごく苦労しました。それでも合格できたということですよね。はい、頑張ります。すごいですね。ありがとうございます。資格取得は就職活動でアピールできるだけではなくて、社会に出てからも、必要なものになります。ですので、授業の中ではもちろんですけれども、私たち教員もですね、皆さんを全力でサポートしているというところも、ビジネス社会学科の特徴の一つかというふうに思います。昨年度もコロナの影響で、遠隔授業が、多く実施されたかなというふうに思っています。そんな中、多分お二人もいろいろご苦労されたりとか工夫されたりとか、大変だったかなというところだと思いますが、何かこう頑張ったこととか、大変だったこととか、そのあたりいかがでしたでしょうか？では桑名さん、まずお願いいたします。はい、遠隔授業だと動画でわからないところを何度でも見直せるところはとても良かったと思っております。杉浦先生の日本語表現2の授業では2500文字というすごい量を書く必要がある課題を提出するなど大変なこともあったのですが、間違っているところは修正していただいたり、きめ細かくサポートしていただきたので無事提出することができました。はい、ありがとうございます。提出もデータでクラスルームで提出でしたもんね。はい、そうですね、はい、ワードで必死に作ってました。ありがとうございます。はい、続いて澤田さん、いかがでしょうか？はい、遠隔授業でわからないことがあった時に、学校にいなくて自宅なので先生にすぐに質問しに行けなかったので、質問したいことを忘れないようにまとめておいて登校日に質問しに行くようにしてました。他にもわからないことがあった時は同じ授業を履修してる友達に聞いたりなどして、お互いに助け合って授業をしてました。登校日と遠隔とちょうど半分ずつぐらいでしたもんね。はい、なのでじゃあ登校をした時にいろいろ聞けるようにまとめてたってことですね。はい、はい、ありがとうございます。では続いて、2年ほど記憶を遡っていただいて、入学者選抜の時のことをお聞きしていこうかと思うんですけれども、桑名さんは指定校推薦、澤田さんは総合型選抜での受験でしたよね。
では桑名さん、いかがでしたでしょうか。対策や当日印象に残っていることなんかを教えていただきたいなと思います。はい、指定校推薦は小論文試験と面接のみでした。小論文は何度も書いて高校の先生に添削していただき、面接練習も何度もしていただきました。具体的には面接は、3回ほど高校の先生に3つしやっていただき、小論文はもうとても厳しい国語の先生だったので、もう10回以上小論文の練習を書いては出して、書いては出してっていう、もうすごい赤ペンだらけでした。小論文とか面接は高校の先生によく見ていただいたということなんですけど、当日の面接どんなことを聞かれましたか。当日は、家がどこら辺にあるのかということと、やはり志望動機、あと短大に入学したらこれから何をしたいかということを聞かれました。その面接の時の何か印象って残ってます？すごい私がとても緊張していて、でガチガチで、その緊張が試験官の方に伝わってしまったんですけど、すごい優しい方で、大丈夫で、緊張しなくてそんなにって言われて、すごい和ましてくださったのが本当に今ではとても感謝しています。ありがたかったです。はい、はい、ありがとうございます。では澤田さんいかがでしたでしょうか。総合型選抜はエントリー時に提出する作文課題と面接でした。作文は3つの課題が選択肢としてあったんですけど、1つに絞って書くのではなくて、3つの全ての課題を3回ずつ書き直して、どれを提出するかっていう形で選びました。面接は自分からいろいろな先生に面接練習をお願いしたり、面接ノートを作って対策しました。あと普段から自分のしてきたこととか、高校時代の頑張ったことだとか、いろんなことを振り返って、それを言葉で相手に簡潔に伝えられるように意識してました。はい、ありがとうございます。澤田さんは質問のなんかこういうものを聞かれましたとか、印象に残っているところというのは面接の中でありますか？はい、入学してから何を頑張りたいですかっていう質問に対して、MOS Excel365 を取りたいですって言った時に、じゃあ今でもパソコンを触ったりしてるんですかって言われてしまって、入学してから頑張ろうっていう気持ちだったので、頑張りたいことがあったら頑張るために何かしてるとかっていうのをまとめてから面接した方がいいなって思いましたね。なるほど。はい、そうですね。頑張ってることがあればそれをその場で伝えてもらえれば一番分かりやすいっていうところもあるかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。面接というのはですね、基本的にこう落とすためにやってる面接というよりは、皆さんの、人柄等をこう知りたいというところがありますので、面接官の先生方も緊張感を与えるために面接をこうするというよりはですね、和やかな雰囲気を作らせていただいて、少しでも多く皆さんの声を聞きたいなというふうに、思いながらやっているところですので、ぜひ、受験をする場合にはですね、緊張せずに、ゆっくり、答えていただきたいなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。それではそろそろお時間となりましたので、最後にお二人から受験生の皆さんに、一言お願いしたいというふうに思います。では桑名さんからまずお願いいたします。目白短大はみんな仲が良くて、先生たちも優しいので、とっても楽しい学生生活を送ることができます。また行きには坂がとてもきついのですが、帰り道には楽しい遊べる場所がたくさんあります。合格するまでは勉強が大変だったり苦しいこともあると思いますが、皆さんが入学してくださるのを楽しみにしています。頑張ってください。はい、ありがとうございます。では続いて澤田さんお願いいたします。はい、目白短大は選べる4つのフィールドがあるので、クラス関係なく他クラスのことも仲良くすることができるのがいいと思います。やりたいことがすでに決まっている人はもちろん、やりたいことがまだ見つかっていない人も、目白短大は様々な選択肢があり、自分で見極めて選ぶことができるとてもいい環境です。
進学先に迷ったらオープンキャンパスに参加して大学生や学校の雰囲気を見てみると参考になると思います。ゆじら短大で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。では、これでビジネス社会学科の先生在学生トークショーを終了いたしたいと思います。来校型のオープンキャンパスでは、学科の特徴的な、授業を体験できる、学び体験や、教員と直接お話ができる個別相談など、様々な、プログラムを用意しています。日程や参加方法などぜひ受験生応援サイトを、ご覧いただいて、確認をしていただきたいなというふうに思っております。皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。それでは目白短大で待ってます。